皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィロボコプラネットパート12やっていきましょう。ギガントグラウンドのステージ4からですね、頑張っていきますよ。毎回おなじみの塔のステージからなんですが、今回は砂漠に埋まってるのか。背景にある恐竜の化石も気になるところなんですけど、カービィの世界って恐竜がいるんでしたっけ？多分いないよね。塔の外側に何か隠されているわけではないですよね。この砂の中も何もなさそうだ。じゃあ早速中に入っていきましょう。中はやっぱり研究施設みたいになってますね。待てよ、これがあるってことはロボボアーマーだ。今回は初っ端からロボボアーマーのステージですね。はい、歯車を回して下に降りていく。何かコピー能力がジェットだ。待てよ、ジェットモードってことはシューティングゲームですね。多分ゴールまでシューティングだと思います。何か逃さないように頑張っていきますよ。 IC キューブと金色ステッカーですね。そう、毎回私コメント欄で金色をキーホルダーじゃなくて金色ステッカーですよって指摘されている気がするんですが、抜けない。やっぱ抜けないよね。気をつけてはいるんですけど、どうしても金色キーホルダーって言っちゃうんですよ。そしてこれジェットモードだとこのレーザービームみたいなの壊せるな。これは積極的に壊していった方がいいですね。そして下でメロンソーダを飲んで、そう、前々回だったかメロンソーダの話を実況中にしたと思うんですけど、メロンソーダって一般販売してませんよねっていう話をしたら、なんかポップソーダみたいなやつだと一般販売でありますよってコメント欄で何件も来てて、ちょっと私スーパーに行って探してみたんですよ。そしたらそう、あって、あれメロンソーダだね。皆さん教えてくれてありがとうございました。あれを私箱買いしてきたんでそれを最近飲んでいます。そう、デカビタをね毎日飲むんですよ私。よくないよ、絶対みんな真似しない方がいい。待てよ、これは何か表示されるパターンだと思います。うわむず、待て、下行って上だな。下行って上行って真ん中。うわむずいな、待て、気をつけろ。下行って上行って真ん中、覚えてください皆さんも。これは下だな。下に行ってこの花が咲いてる方が正解なんでしょうか。そういうわけではない。はい、ここ、はい、ステッカーをゲットして上行くと強制的に 3D ワープスターで戻されてしまったみたいだ。はい、ホットケーキを食べて、で上だな、今回は上だ。上にお花が咲いていると思いますが、お花はないけど正解。あ、やっぱりそうだ、お花がある方が正解ですね。そしたら次は真ん中。はい、1アップを取ったら次真ん中ですよ、皆さん忘れずに。はい、でここジェットを倒したかったけど、真ん中落ち着け。このレーザーを壊してからじゃないと真ん中入れませんね。 OK、 やっぱりお花がある方が正解だったみたいだ。そうすれば IC キューブが手に入ると聞いたんですけど、あれ、なくなった、あった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 。これを取っていきたい、取っていきたい。いいんだいいんだいいんだ、ゴリ押しでもいいから取っていきましょう。これ無理じゃない、待てよ、無理じゃないか、無理だって、これもう行くしかないわ。はい、でなんとか IC キューブ2つ目ゲットしました。残り1つと金色ステッカー頑張って入手していきましょう。待てよ、早い早い早い、強制スクロールが早いよ。これは、はい、スイッチを押して下へ進んでいく。あのスイッチはいいんだよね、押したら戻るパターンではないよね。赤いスイッチが確か戻るパターンなんですが、待てよ、これ2つとも壊さないと出てこないステッカーとかありそうだな。ペロペロキャンディーは関係ない、ステッカーが欲しいんですよ。はい、でここを押して、上下はない、あったぞ、待て、上か、ここっぽいな。はい、ここを壊して、IC キューブ、お、 IC キューブじゃない、金色ステッカーゲット。IC キューブもね、なんかもう混ざりすぎて IC ステッカーとか IC キーホルダーとか言ってるパートがあるんですよ私。あの編集中に気づいて、あーあって思うんですが、はい、ここ壊して、金色ステッカー手に入れてるんで、あとは IC キューブだけなんですが、待て、どこだ、ここか。はい、ここを押したら、ここを押して、こうは今スクロールが、はい、あの遅くなったからなんとかなりましたが、はい、でここも壊して、あ、待てよ、その後ろなんかあるな。はい、ここ後ろ壊せば IC キューブ、ありがとう。なんとか全部手に入ったんで、あとは春部屋でもない限りは隠し要素コンプリートでしょう。下には何もないな、よし、真ん中突っ切る。もうゴールじゃない、もう終わりだと思うんですけど、待てよ、ボス戦あるか。前回はなんだっけ、ンギュラ基地、うわ、ボス戦あるわ。ンギュラ基地みたいなやつがあったんですけど、今回もそれか。一応これ溜めた状態でいきましょう。なんかいるな、出たー、ンギュラみたいなやつじゃなかった。落ち着け落ち着け、だンギュアだ、ンギュア基地、これって説明読めたりするな。はい、 VS ンギュラ基地、巨大な歯車で構成されたこのルートを防衛する砲台基地。歯車の動きに合わせて砲台が動き、ターゲットを狙う。この基地を破壊しない限りここから先には進めない。何なんだこれは。だとしてもよくわかんないけど、はいはい、ここを壊して、塔にいるのか絶対。いや、そんなことないよな。
塔にいたわけではないですね。はい、じゃあここを壊して、気をつけろ気をつけろ、なんか炎みたいなの入ってない？何それ、砲台以外にもこいつは炎を吐けるようになったんでしょうか。前回は吐いてこなかったような気がしますけど、はい、上全部倒しました。残りは下だけですね。落ち着け落ち着け。はい、でここラスト、ここラスト思いっきり溜めて倒していきたい。連打連打、オッケー。あんまり強くないよね。うぎわきち、おーっと待って、コアカブーラ、お前カブーラだったんか。 VS コアカブーラ、驚きの飛行砲台が現れた。この研究施設の動力コアとして組み込まれていたのはなんとあのカブーラであった。空飛ぶセキュリティマシンとの空中戦が始まる。カブーラ、皆さんわかりますか？ BGM が懐い。このね、カブーラは初代星のカービィだよね、にいるあの焼き芋で戦う敵なんですが、落ち着け落ち着け。初代以外にどこにいましたっけこいつ。スターライズでもあれいなかったか、ちょっと忘れちゃったな。カブーラがいたシリーズは初代以外ちょっと忘れてしまいましたが、落ち着け落ち着け。なんでこっち側に来るの。待て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 、なんか似たようなのが夢の泉にはいたような気がしますけど、後ろにもなんとか、うーわやばいやばいやばい、こいつそれなりに強いぞ。そしてカブーラもメカになっていますね。昔はただの飛行船だったんですが、はい、でこいつをどん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 攻撃して、ゴールドはやめて、その攻撃パターン夏いな。まあウルトラスーパーデラックスにいたんだっけこいつ。あ、なんかいたような気がする。待て待て、ラスト一発なんだけど、ラスト一発なんだけど、ここ当てていきたいな。あー、 B 当たらないんかい。一応タイミング合わせて打ったつもりだったんですが、 OK。 ここでカブーラを倒して撃沈させていく。さよなら、これで終わりじゃない。ウギワ基地のコアってカブーラだったんだ。はい、でここでどんどん下に行って、あーあーあーあああ、なんで最後墜落するんだ。なんか飛行場みたいに綺麗に降りることはできないんでしょうか。マキシムトマトありがとう。でリーフカービィコピーして、意味ある？リーフカービィの意味はあまりない気がしますが、ゴールしていきましょう。よーし、今回もコンプリートできたんで、ゴールゲームの MK さん、ここは決めていただきたい。いきますよ、3、2、1、ほい、完璧。マジでうまい。ロボボプラネットになってから本当に勝率がいい。よーし、これで1になんとかたどり着きました。ステッカーは途中で2個くらいしか手に入れてないかな。でもなんかロボボプラネットはトリプルデラックスのキーホルダーよりはステッカーがなんだろう、まんべんなく散らばっているような気はしているんですが、はい、集めてカービィからドクロン、スーパーレインボーからエリーヌ、懐かしい。はい、で今回の金色キーホルダーが夢の泉デラックスからスターロット、はい、で鏡の大迷宮からミラン、ミラン夏、こいつね、こいつ倒さない限り入れない扉があったりするんですよ。夢の泉と鏡の大迷宮もいつかやりたいですね。ゲームボーイアドバンスで出ているので、はい、で、ステージ5ピコピコハンマーみたいなものが背景にありますよ。はい、どういうステージなんでしょうか。出た、またかっこいいピラミッドが背景にありますが、スナイパーで進んでいくステージなのかな。ソードがちらっと見えましたが、いや、とりあえずスナイパーで進みましょう。カッターか、カッターもちょっと捨てがたいけど、多分スナイパーってことだと思います。待てよ、バンワード、お前がいたってことは中ボスですよね。足場を作るんだ。まずは足場を作って落ちないようにしたら、 VS テレパトリス頑張っていきましょう。こいつマジ強えかんな。ただスナイパーだったらなんとかなるんじゃない。これマックスまで貯めてから攻撃するようにしましょう。スナイパーが強すぎる。ワープすんのは卑怯では。ワープすんのなし。はい、でここでまた攻撃して、あと一発じゃない。 OK。 スナイパー空中のボスに対してマジで強いじゃん。はい、でエスパーカービィで進んでいきましょう。だいたい中ボスのコピー能力はコピーしておいた方がいいという鉄則がありますよね。はい、でエスパーのまま進んでいく。ゲームボーイか、このパターンですね。待てよ、はい、ここスイッチを押してスライディングだな。スライディングで進んでいく。多くのロボットはスライディングしか攻撃方法がないんですが、危ねえ。ここトゲのところに着地させたら多分一発で終わりですからね。カッターむずくない？待てよ、まずはこのスイッチを押してキーホルダーをゲット。スライディング一発で倒せるんでしたっけ。倒せてよかった。はい、でカービィが先に降りてからあいつを下ろしていく。いいぞいいぞ、よく見ながら進んでいきましょう。これは大丈夫？下に降りても大丈夫なんでしょうか。大丈夫だった。待て、そしてあのピコピコハンマーに当たらないように気をつけてジャンプして OK。たら上に行ったらスライディング、電池パックをはめれば終わり。これで多分ゲームボーイ終わりですよね。中に入っていきましょう。エスパーを使う仕掛けなんだな。待てよ、先にこっちだ、先にこっち行ってからこっちを押せば。なるほど、タイミングゲーなんだな。
あの真ん中に電池パックが入るようにしなければいけないと。はい、ここを壊してタイミングよく押して。嘘でしょ。むずくない？思ったより遅くてもいいのかな。ちょっと遅めに行きましょう。かなり遅めに行きますよ。 OK。 結構攻めたつもりでしたけど、ちょうどいいぐらいでしたね。はい、で電池パックをはめたらロボボアーマー。マジでロボボプラネットってロボボアーマーがないステージの方が珍しいよね。大体ある気がする。はい、でここはめたら、え、待て待て待て、落ち着け。こっち側になんかあったりするわけではない。いいんだな、進んじゃうよ。ファイヤー一応コピーしていく。ファイヤーだけコピーして、ロボットで下がれる方を優先的に行きましょう。はい、でここをはめたらくる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 回してステッカーゲット。待て、ボムか。ボムね、謎解きステージですね。はい、ここ下ろしたら奥へ行って、スイッチを押してもらう。ここは落ち着け。まずは下か、下、待て待て、落ち着け。ここを押せば、あー、なるほど、押してる間か。そこ押してる間に、上に、むずくね。はい、でここ押したら、待てよ、タイミングだな。押してる間にこう起きて、うっそ、むずいって。むずすぎ。あれがあっち行ってる間にここスイッチ押して、あ、踏むのか。 OKOKOK。 ここやったら、ここ踏んでおけばずっと刺さったままだから、上のスイッチを押すことができると。むずいってバカ。もうボムって戦闘に向いてないんですよ。はい、でこういってタイミングを見ていなかったけど、実はタイミングゲーだった。はい、でここは踏んで踏んで踏んでか。わかったわかった、なるほどなるほど。ここでボム出すでしょ。そしたらまずここ、こっちから出さないといけない。ここでボム出したらまずここ踏んで踏んで、落ち着け。はい、ここ踏んで、そっちに行ってください。ありがとう。 IC キューブ一つ目だよね。結構長かったけど一つ目だ。もうびっくりするんだよな、そんなに後半に一つ目を置かないでいただきたい。で黄色ステッカーもまだ手に入れてないんで、ちょっと探り探り行きましょう。はい、で待てよ、今度はカッターだ。カッターをコピーして進んでいきましょう。このでかいチェーンもカッターなら切れると。かっこよ。これはあっち側行く必要はないよね。多分ロボじゃなくても進めるような仕組みになってるんだと思います。でここは壊して、あ、壊せない。金色のブロックはなんとかこれをやって壊さないといけないんだけど、回すのか。なるほど、これをくるくる回して奥へ持っていく。そしたら 3D ワープスターで奥側へ戻って、あれを切るんだな。でかいチェーンをぶった切って、あー、ばばばばばば、むずくない。でかいチェーンをぶった切っていく。 OK。 そしたら下に行けるようになると。このでかい扉持ち上げるのかっこいいよね。そしてここには何があるんですか。え、上を狙えばいい。上を狙えばいいのは分かったんですが、あー、なるほど。待て、距離をちょっと考えてやらなければいけないんだ。これで離したらここをぶった切っていく。でゴルドーの弾が飛んでって、なんとかなんとか IC キューブの方行きました。タッチカービィのゴールゲームみたい。わかる？タッチカービィのゴールゲームってなんか飛ばすやつだったよね。距離を競うやつだった気がする、私の記憶が変じゃなければ。はい、でタッチカービィやりたくなってきたな。前回も話したけど、ちょっと近いうちにタッチカービィと、あと Wii U のスーパーレインボーか、あの辺は実況やりたいですね。これを落としちゃっていい？落とすよ。よかったのかな、わかんないけど。これってさ、壊せるよね。 OK。 これでピコピコハンマーを気にせずいけるようになったと思ったら、奥へ飛んでいってしまった。パンチでもいい？パンチでも壊せる？落ち着け、早く。はい、パンチでも壊せるんかい。じゃあいちいちカッターである必要、カミカミだな今回。大丈夫ですか？実況が若干カミカミ。待てよ、これカッターじゃないと上壊せないか。あ、ボム、ボムでもいける。あ、ボムじゃ無理。え、嘘。ここさ、上に向かって吐けばさ、うわ、待って、やらかしたかもしんない。やらかした、これ。上に向かって攻撃する手段がないぞ。あれ、やっちゃった？もしかしてやらかした可能性があるな。なんかない？奥に。こっからはもうボムしかないな。待てよ、手前に戻ればなんかいるかもしれん。いたっけ。うーわ、やった。カッター逃したとこでもう終わりだったんだな。あ、ファイヤーいる。ファイヤーでなんとかならない？あれ、ファイヤーなら上に攻撃できたような記憶もありますが、これを使えば上に攻撃できる。ありがとう。やった、危なかった今。でもういらないな。ここでボムをコピーして進んでいきましょう。下に降りて、これはボムで壊せばいい。ボムでも壊れんのか。ロボボの攻撃だったら何でもいいみたいですね。これはロボットで壊せる。おーおー、上も全部壊せるんだ。上行けばなんかある。金色キーホルダーゲット、ありがとう。
で IC キューブラスト1つがありましたね。落ち着け。まずはどうすればいい？私には何ができる？手前からやれることはないですよね。多分奥に行ってからが本番だと思うんですが、はい、こっちに来てここを壊したら、お前まず邪魔だ、倒しておきましょう。で持つのか、これを持って、ああ分かった分かった、ここに置くんだ。そうすれば下に降りて、逆だって、逆ですよ。はい、でここ下に降りて上に行っていけるよね。あれ行けない。あ、なるほどなるほど、そっちに置くのか。これここに置いても意味ないな。こっち側に、あだだだだだだん、こっち側に置いて壁にすると。そうすればこうやって下に行って上まで行ったらスイッチ押せる。 OK、 これで IC キューブ4の5をコンプリートしました。いいんだよな、金色ステッカーも取ったし IC キューブも3つゲットした。あとはここで1が決まれば今回もパーフェクトゲームとなりますよ。3、2、1、トン。うわー、ミスってる。これは2だな、これは2ですよね。うわ、いや2と1ちょっとシビアすぎない？もうちょっと1の範囲広げてもいいと思いますけど。任天堂さん、ハルケンさん、ちょっとそこ検討お願いします。はい、回復アイテムを手に入れて、今回手に入れたのが星のカービィ Wii からデデデ大王、スーパーデラックスからタック、懐かしいですね。ロボボプラネットから落書きメタナイト、なんだこれ。それはロボボプラネットなのか。はい、鏡の大迷宮からダークメタナイト。ダークメタナイトも鏡の大迷宮のキャラですけど、カービィ Wii にも出ましたし、スターライズの追加キャラでも出ましたよね。結構最近プッシュされがちですが、よーし、じゃあ次回はエクストラステージとボス戦か。ここのボス誰だろう。前回スージーちゃんだったんで、ちょっとストーリーに関係あるボスかもしれませんね。 IC キューブの力でボスへの道のセキュリティが解除された。はい、で IC キューブ全て手に入っているのでエクストラステージも解禁と。ステージ7ですね。 IC キューブ15個でエクストラステージが現れた。よーし、じゃあ次回はエクストラクリアしてからボス戦って感じでいきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。